Yuri です。Yeah. ピンクなんて TV 始まるよ。イエーイ。はい。今日はギャルになってみました。Yeah. ギャルです。今日はですね、ピンクなんて TV 全員ちょっとギャルになってみたので、まずはちょっと私のツレを紹介したいと思います。Come on! Hello! これ回ってんの？マジ知らなかった。はい、マジピエン。ここでーす。マジピエン。ピエンピエン。マジピエン。ピエンピエン。じゃあ、ちょっと今日ダチョウ置いてきちゃったから、一人呼ぶね。カモンヌー。姫かなよー。撮ってんの？撮ってるよ。アデュー。アデュー。私も喧嘩するときの相方呼んでいい？いいよ。カモン。カモン。これ撮ってんの？そうなの？うちら二人になると負けたことない。最強最強。この辺の高校全部倒してるから。名前は最強アリアよ。おっ、マジピエンなんだけど。ピエンね、ちょっとまだボスはね、あそこで準備中なので、そう、ボス待つまでなんか話そう。雑談しようぜ。ボス待つまで話す。うちらのボスのすごいところは、男10人対女1人で勝てる。ああ、倒しちゃうね。全然本当にかっこいい。必殺技が人差し指だけで倒しちゃうから。マジピアスだ。あっ、つんでたら。この子さ、すぐ髪の毛こいちゃって。ピアノだけど、じゃあね、喧嘩する。マジピエンなんだけど。マジスーと思うじゃん。マジピエン。シガーレット。マジピエン。スーと思うじゃん。シガーレット大丈夫。シガー隙間取れたらしい。隙間取れてきた。隙間取れてきたけど、やっぱレイヤーだけだから隙間も取っていくスタイル。隙間取れてマジピエンなんだけど。ディズニー行った時に絶叫乗ってたら隙間飛んでった。マジピエンなんだけど。隙間人生で2回目。マジマジマジ。え、ここだった。てか、ひめきさん、ちょっとリップに見えすぎ。マジ？それな。どこで買ったの？マジチョベリー塗ってもらったの。塗ってもらった。マジピアン。てか、このスタイルアニメにして。真似して。真似したい。マジチョベリング。マジで恋する5秒前なんですけど。マジ令和のギャルは同時進行で喋るか。マジ？もう令和になるともう聞き取れるからね。そう、聖徳大使だから。時代が変わる。藤原つまりじゃない。藤原の道長かもしれない。おどろく長すぎてピン。てか、うちらうるさいんだけど、マジで。でも令和のギャルはうるさいのが当たり前。令和のギャルだから。ギャルのあり方ってなんだろう。平成古い。マジピアノだけど。マジピアノだけど。マジピアノ。マジピアノだけど。あ、ボサボサ。ギャルって大変。スケマ、マジピアノです。スケマ直してくるわ。マジピアノなんだけど。モンストロパイセン呼ぶ？モンストロちょっとうちらのボス呼んじゃいます。だよね。呼んじゃいましょう。じゃあボス。カモン。お疲れ様です。お疲れ様です。ボス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 。休止。お疲れ様です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 。ギュン。どうぞお座りください。お疲れ様です。お疲れ様です。ボス、何だけの具合を。あ、ボス、お寒いですよね。マジピア。喧嘩お疲れ様です。私たちも座りましょう。騒がしいので。失礼します。失礼します。失礼します。ボス、髪を。ボス、ボス、髪を。ボス。ボス、これがうちらのボスだ。教えてください。うちらの頭や。うちらの頭。うちらの頭や。うちらの頭や。うちらの頭。血管切れた。首の血管切れた。頭頭がやばいってのに。静か。はいはい、ギャル終わり。ギャル終わり。はい、新しい初めてだったね。ギャルかじっちゃって。私は髪の毛どうなってんだ。大丈夫かな。大丈夫。どうなってんの。影サラリーマンみたいな。ああ、マジ今度こっちの付けも取れてきたかもしれない。なぜか一番チビな私がさ、パイセンやるっていう。まばたきだけで倒しちゃうって。まばたきの風で全員倒すから。そうか、でもウィンカーの風で。あ、ほんま急にしレーザーで溶けちゃったら。おお、かっこいい。シガーレットのプロスなんで。皆さん、誰が一番変わったと思います？いつもと違う人は誰でしょうね。ね、どうでしょう。
みんな前に合ってるよね。ユーリーが結構前髪やりたからね。前髪が前髪はやばいけど、ちょっとやばいけど前髪やりたからね。ひみかも結構変わってるよね。マジ、なんか清楚ギャルみたいな。清楚ギャルってなんだ。ね、なんか高校デビューみたいな感じ。なんか目が濃くなった、いつも今日からつけるつけまなんか何年もつけてない。一回つけたことあるけど初めて。どう、あんま分かんない変な感じがね。あれ、なんか世界観のあるファッションショーとかに出た時はつけられる。あ、メイクさんに世界観のあるファッションちょっと鼻感とか被る系のファッションショーつけてもらいました。つけられた。はい、皆さんどうですか、ご感想コメント欄に書いて。そうだね、誰が一番変わったとか似合ってるとか似合ってるんですか、なんか書いてください皆さん。ボスって言わないとちょっとヤバいことになる。ボスって言わないと殺されちゃうんです。まばたき一つで倒しに行くから。うわー、かっこいい、先輩かっこいいっす。じゃあコメント欄で評価をお願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。ピエンピエンピエン。